オリマーの冒険、オリマーの冒険再び、そして激辛と1ヶ月かけて結構ゆっくりやってきたわけなんですけれども、ここからは Wii U でもやったところなんで、まあでも新旧バッジがなかったらやってなかったかもしれないんですけど、新旧バッジだけのためにやるんですけど、でもね、激辛ぐらいからみんなさんとコミュニケーション取ってさ、で、そっから激辛で7年前の記録、難しいの記録を超えることができて、まあ自分を超えるってことがやっぱ自信につながって励まされてってことだったんで、一応この Wii U でやったやつを超えれるかどうかわかんないんですけど、激辛で超えたらなら超えれるだろうってことで一個一個、いやでも過去の自分もちょっとすごいところもあったかもしれないんで、すごいステージもね、だから超えれないところは超えないけど、超えれるところは超える、そんな中途半端なんであかんの、あかんわ、超えていこうと思いますね。いろいろこうドラマがありましたよね。有言実行を褒めていただいたところもありましたから、そうやってやっていきたいです。ただ世界記録とかは絶対無理なんで、ちょっとそういう感じです。でもまあ1回目としてね、一通りやってみたいなと思ってるんです。で、一応ルールってこともないんですけど、自分の動画は見ました。なんかあんま自分の動画、多分俺7年間で初めて見たと思うんやけど、見たら、なんか頑張ってましたけど、1分半残しぐらいだったかな。だからあんま早くないと思うぞ、多分あれも。いっぱいの人に見てもらってたけど。ごめんね。それには勝ちたいと思います。の人見てくれてありがとうね。でしかもね、そっからフレンド承認の儀とかはちょっと減ってますね。一回激辛で僕まあまあ燃え尽き症候群になってて、なんか熱盛とかは適当にっていうとあれなんですけど、ちょっと気晴らしにやってしまってたところがあったんです。でそっちにもでもコメントわざわざくれたりさ、本当にありがとうね。でそれでフレンド承認とかさせてもらってさ、それもありがとうね。でそういうことを経て今ここにいます。今のこのね、持ってきたやつあったが、これをここで取ったらかっこいいと思う。今初めて取ってみたいけど、どうなんやろ。投げる時間長えか。うわ、ちょうど30、30件、今の分かんないけど、なんかすげえちょうどやった気がする。すげえやっぱなんかそういう風に作られてるのかな、設計が。2面でこの難しさかいっていう。でも2面でその難しさかいやって言って、実はその次の面から簡単やったパターンはオリマーの冒険やったんで、ちょっとこれもちょっと覚えてないんですけどね。2面って言わんかもしれんけど、でも確かここ2人用でやった記憶あるんですよね、いとこと。2人用でやった時があったんで、どこ行くのが正解なの、これ全然わからんで、あ、ここに白いのいるで集めよう。正解がわからんわ、ここのコース本当に。ここに一人もいらんかもしれない。ここはあれ、ここにある青いの保ってるな。これ投げて落としてくれるんじゃない。すげえ、なんか初めてのことやってるし、落としてくれるんじゃないって、俺が落としてるやん、おっさんを。ここ行けばいいんか。
結構やな。多分デブを投げるんかどうか迷ってたんやけど。1億投げとこいっぱい。予備として。今度おっさんはここ行けばいいんかな。まあまあなんかな、まあまあやなこれ記録多分。この人は眠らせたままにしとこうと思ったら取れなかったんで。いや何これ一個残ってる。で、こうか。いやかなり探り探りで申し訳ない。いらんか、いらんのやな。いらんのやけど、あのイチゴが、まあイチゴここか。イチゴが同じくらいやったらやめま、いやこれで終わろうと思いますけど。あれこれ取ってないし全然。イチゴ同じくらいやけどこれ取ってないやん。全然できてねえな、プラン。ごめん。なんかいまいち遅いな、この最後のラストスパート。ここなんか二人でやった記憶ある。でもなんか。2分18秒。一応過去の自分の動画は1分何秒だったと思うんで、全然よう上げたなあれでっていう。まあでもとりあえずのプラチナみたいなタイトルの動画でした。はい、じゃあちょっとこれのランキング見てみましょうかね。想定外なのこれ。想定甘任天堂。でも世界記録高っ。やっぱ任天堂が想定甘いからや。いやでもまあこれからこれを滑り出しとして1日2コースぐらいやっていけないと今年中に終わらんかなと思ってますんで頑張ります。失礼します。